中国でアフリカトンコレラが蔓延を続けています。中国当局の発表によると、アフリカトンコレラはすでに中国24の省と直轄市に広がっています。一方、隣国のモンゴルでも今年に入って感染が確認されました。モンゴル当局は14日、4つの県でアフリカトンコレラの感染が確認されたと発表しました。中国の管制メディア、新華社通信は250頭が感染し、 死亡したと伝えていますモンゴルメディアの報道によると豚の感染、死亡例以外にも豚肉加工品や食料残済からもアフリカトンコレラのウイルスが確認されたそうですウイルスの流入経路などはまだ明らかにされていません NTD ジャパンがお伝えしました